はい、こんばんは。どうも、ハンドです。ファミコン探偵クラブパート2、後ろに立つ少女の続きをやってまいります。今回から、後編になりますね。実はね、すでに1時間ばかし配信してたんですけど、撮れてなかったっていうことがね、判明しまして、ちょっともう一回やり直します。後編の始めからね。なので、反応がね、初見っぽくない反応になっちゃうかもしれませんけども、まあちょっとそこはね、まあしょうがないね。もうわざとらしくやってもしょうがないんで、まあ一度見てるっていうのをね、ご了承ください。ではでは、やっていきましょう。ごめんなさい。ハンドウ君、ごめんなさい。なぜなんだ。あゆみちゃん。宇津木探偵事務所の少年探偵江戸川ハンドウは、私立牛光高校の生徒小島陽子殺人事件を調査していた。彼女は牛光高校に古くから伝わる後ろの少女という幽霊の噂を調べている途中、時効を目前に控えた殺人事件の犯人の正体を知ってしまったようだ。そして陽子は殺された。牛光高校の用務員田崎敏夫が最も疑わしい人物だった。しかしその田崎は反動の前から姿を消した。そして今田崎の姿を追い求めていた反動の身に何かが起きた。一体なぜ歩みが、なぜなんだ、あゆみちゃん。あゆみ、ちゃん。電話が鳴っている。切れた。僕は、なぜここで。はい、ちょっと一服盛られちゃった、反動くんでしたけどもね。めまいがする。ん?確か、あゆみちゃんが入れてくれたコーヒーを。ああ!反動はことのすべてを思い出した。あゆみちゃんが、なぜだ?電話の横にね、紙っぺらがあるんですけどね。ハンドは床に転がる睡眠薬の瓶を発見した。あとか。あとこれね。ハンド君、ごめんなさい。私、犯人をどうしても許せない。それが誰なのか、本当に田崎さんなのかを自分で確かめたかったの。もしかすれば、私、二度とあなたに会えないかもしれないね。でも私、どうしても、勝手なことをしてごめんなさい。さよなら、あゆみ。なんて無茶を。じゃあね、あゆみちゃんを探しに行きましょう。田崎の家にね、一人で行ってしまったのかもしれないですからね。まず、じゃあ田崎の家からかな。書き置きを握りしめ、ハンドは事務所を飛び出した。田崎が帰った様子はない。あゆみちゃんもいない。この窓のね、隙間がちょっと空いてるのが気になってたんだけどね、あんま関係ない、関係なかったのかね。で、このね、ドアの、こっちのドアにね、ドアノブがねえよっていう話をね、さっき散々してたんですけどね。
誰もいないようだわ。あゆみちゃんもここへ来たはずだ。開けられません。隣はね、もうドアノブがないからね。そもそもこっちからはどうしたって開けられないよねっていうね。よし、ここにはいないようだ。町を探そう。町を探してみよう。どこにいるんだ、あゆみちゃん。ここね、3D ダンジョンモードになっておりまして、どうやらね、スーパーファミコン版ではここのシーンはカットされているようですけども、まあ、ちょっとね、難しいというか、ちゃんとマッピングすれば、まあ、まだ、楽なんだけど、マッピングしないでいるとね、同じところ結構ぐるぐる回っちゃって、結構大変なんですけど、セーラー服の女の子を見かけませんでしたか？だいぶ前にここを通った子がいたよ。これね、こうやってね、自動的に聞き込みまでやってくれるんですけど、結構なんかおかしな人がいっぱいいてね、セーラー服姿のおじさんを見たとかね、セーラー服の女の子を見かけませんでしたか？誰のことだい？セーラー服の女の子を見かけませんでしたか？ごめん、急いでるの。行き止まりか。セーラー服の女の子を見かけませんでしたか？少し前にセーラー服の女の子を見たわよ。セーラー服の女の子を見かけませんでしたか？え？セーラー服？どこにいますの？こうやってね、変態が結構うろうろしてるんですよね。セーラー服の女の子を見かけませんでしたか？ごめん、今急いでるの。結構ね、フラグがよくわからないんだよね。セーラー服の姉ちゃんなら、たった今そこの角ですれ違ったぜ。いた！あゆみちゃん。え？ごめん、人違いだよ。結構可愛いんだけどね、この子も。ある意味ね、みんなが見たと言っていたのはこの子だったのか。すごい素朴な顔をしてるもんね。ねえ、あゆみってもしや橘さんのこと？あゆみは今日休んでたわよ。風邪だっていうことだけど、さっき駅前の繁華街であゆみそっくりな子を見かけたわよ。あ、マジか。ありがとう。でね、お礼もちゃんと言わないでね、繁華街の方に、はい、来ました。あゆみちゃん、どこにいるんだ。ここもね、結構大変だったんですよ、さっき。フラグ立てるのがね、結構時間かかったんですよね。この呼び込みの人ね、こうピンクのハッピーみたいの着て、鉢巻き巻いてますけど、昔はこういう人がね、普通にいたんですかね。当時、ちょっとさすがに繁華街にはね、行くことはできなかったんですけども、メゾン一国のね、五代くんとかがね、こういう格好して呼び込みしてましたよね。あゆみちゃん、どこにいるんだ？はい、何ですか？知りませんね。これをいろいろちょっとね、同じことを何回も繰り返さなきゃいけないんですよね。
なんだい、おじさんになんか言うかいっと。このおじさんもまたさ、すごい鬱陶しいっていうか、しつこいっていうか。何ブツブツ言ってんの、おじさんと遊ぼ。何してんのっと。ちょっとレノじゃないの、実は。なんだい、おじさんになんか妖怪っと。おじさんじゃないんだけどね、呼んでないのに。呼んでないんですが。そんなことよりおじさんと飲みに行こうよ。てか、てかっていうのがいいよね。つるちゃんのプッツンファイブって感じがしますね。さあ、こっからが難しいぞ。ん？こんなことしてられない。あ、結構早かったな。おじさん、ごめんなさい。急いでるんです。何？呼び止めないじゃなんだ。この野郎。待ってます。呼んでないのに。こら！おじさんは怒ってるんだぞ。おじさんがね、めっちゃ怒ってて、なかなか解放してくれないんですよね。お、はいはい社長、そんな子供に絡まないで、いい子がいますよ。本当？はい、一名様ご案内。助かりました。それよりここは子供の来るところじゃないよ。え？人を探してるのかい？うちにあゆみって子はいないよ。フローレンスちゃんならいるけど。ああ、その子を探してるのか。ちょっとわかんねえよ。あゆみちゃん。ここにはいません。はい、何ですか？いやー、知らないよ。あゆみちゃん、どこにいるんだ？このフラグがいまいちよくわからんのですが。なんだい？こんなとこに女子高生なんて来ないと思うけど。ああ、駅へ行くとすれば通るかもしれないね。悪い、仕事に戻るよ。そこの二人さん、いかがですか？呼び込みは二人連れの方に行ってしまった。呼び込みが二人連れにしきりに声をかけている。ん？あれは、確か浦部校長だ。一緒にいる人相の悪い男は誰だろう。後ろ姿しか見えてないのに人相悪い。その時後ろから誰かが反動を呼んだ。反動くん？あゆみちゃん。じゃない。あ、陽子さんのお母さん。あゆみちゃんが。私もあゆみのこと、あゆみちゃんのことで話があるのよ。なんだって？今日の午後6時頃、うちにあゆみちゃんが来たの。事務所へ来た後だ。陽子にお線香をあげに来ただけだって言ってたんだけど、ひどく思い詰めていたみたいなのよ。
帰り際に彼女が言ったさよならって言葉が気になって、あたりを探したんだけど、もうどこにも、あなたに相談しようと電話をしても誰も出ないし、探したのよ。お母さん、実は、あなたに睡眠薬を？ね、この時代まだ一般の人はまだ携帯持ってない時代なんでね。まあ、今から携帯ない時代に戻れって言われてもね、ちょっと想像つかないですけどね。この、田崎って人が陽子？その人はどこに？一人で犯人を探そうだなんて、無茶だわ。僕が彼女の協力を頭から拒んだのがいけなかったようです。待てよ。あゆみちゃんが一人で田崎を問い詰めるために、僕に睡眠薬を飲ませたのなら、彼女はすでに田崎の居場所？だとしたら大変だ。田崎の家へ行ってみます。待って、半藤君。これ、あゆみちゃんの写真。あなたに渡そうと思って持ってきたの。これで早く見つけて。今だったらね、携帯で写真も撮れるからね。本当に便利な世の中になったなと思いますよ、本当に。田崎が帰った様子はない。あゆみちゃんもいない。窓です。あれ、窓をさ、なんか調べてたら隙間が空いてるとかなんか言ってたんだけど、あれは何だったんだろうな。誰もいないようだが、ん？今何か音がしたような。田崎の部屋から物音は聞こえない。これだ。隣の窓が少し開いている。ん？隣の部屋からテレビの音が聞こえる。田崎さんが帰ったんじゃないのか。これね、グレーの四角い箱をね、手に持ってるのかなって初め思ったんですけど、あのね、ボディの部分がグレーの服を着て、手をね、腰の方に回してるという風に思ったらね、やっぱり箱を持ってるんですよね、この人。留守みたいだよ。ん？この子なら今日来たよ。4時過ぎに表で田崎さんの声がしたから出てきたんだ。すると写真の子がいて、田崎さんが走っていくのが見えたんだよ。その時も預かっていた小包を渡そうと思って出てきたんだけど、小包？今持ってるのがそうだ。その小包を見せてください。いいよ、ほら。これ多分ね、今の時代だと、そんなね、簡単に見せちゃいけないですよね。この当時は、緩かったんだろうな。丸福村 7-4。差出人は、田崎文となっている。東北の小さな漁村だ。田崎さんのお母さんだ。何でもペラペラ喋っちゃうね。つまり、春福村は田崎さんのふるさとだよ。こっちの身分明かしてないのにね、結構個人情報ベラベラ喋っちゃって。ちょっと憎めない顔してるけどね。田崎さんのことをいろいろ聞かれたよ。そしてこの小包の住所メモして帰ってったよ。
まさか、あゆみちゃんは丸福村へ。彼女が危ない。つってね、夜中だったんですけど、丸福村へね、東北にあるっていう丸福村にやってきたら、なぜか夕方に戻ってるっていうね。まあ、場合によっては、深夜バスだか、まあ、夜行列車に乗って、ここまで来たらもうその次の日の夕方になっちゃったっていうような感じなんですかね。どなたさんですかの？探偵の江戸川半蔵と言います。どうしようか。どうしようがまたなんかやったんですか。敏夫さんが帰った様子はありませんか？いえ、しばらく帰ってきとりません。敏夫がまたなんかやったんですか。なんかね、いいお母さんじゃないですか。息子のことをこんなに心配して。そういう方は来られてませんが。敏夫が、これを読むんですかの。敏夫が人を、なんつうことを。敏夫は、今まで人様に迷惑ばかりかけてきました。カッとすると何をするかわからん性格ですが。根は優しい子なんです。都会暮らしが長かったせいか、荒れていた頃もあったようです。そんな敏夫を正しく導いてくだすったのが、浦部というお方ですわ。なのにあのバカタレは、また。ふみは泣き出してしまった。田崎さん、どうしただ？あんた、何しただ。ところで田崎さんよ、敏夫帰ったんか。さっき女の子をここへ案内してくる途中、敏夫に会っただよ。わすら見るなり逃げ出しちまっただ。おかすなやつだべな。女の子って、もしや。ハンドは男に写真を見せた。この子に間違いねえ。敏夫を追っかけて崖っぷちへ行っちまったか。大変だ。崖っぷちへ駆けつけた反動は、田崎に捕らえられた歩みを見つけた。田崎の手には光るものが見える。歩みちゃん、反動くん。バカな真似はよせ。もう逃げられないぞ。来るな。わしはもうおしまいじゃ。田崎は死ぬ覚悟だ。くっ、どうすればいいんだ。早まるな。お母さんは悲しんでいるぞ。うるさい。こいつを殺して、わしも死ぬ。田崎、僕は事件から手を引く。だから、彼女を離せ。何を今さら、騙されんぞ。さあ、どうしましょうかね。こいつを殺してわしも死ぬ。もう飛びかかるしかない。動くな。今度動けばこいつを殺すとは言われましてもね、ちょっと選択肢がないんですよね。田崎が隙を見せたら飛びかかろう。その時、強い風に田崎が一瞬顔を背けた。今だ。しかし、
それに気づいた田崎は包丁を歩みめがけて振り下ろした。うわぁ、やめろ田崎。半藤君、できん。わしは人など殺せん。田崎は寸前で包丁を止めがっくりとうなだれた。田崎さん、何もかも話してくれますね。はい。金田源次郎が殺された前日、わしが奴と言い争いをしたのは、奴が急に借金を明日返せと言い出したからじゃ。無茶な話じゃ。返す当てなど、わしにはなかった。そして翌日、あいつの家へ、謝りに向かう途中で、あいつが殺されたことを知った。自分の立場に気づいたわしは、慌てて部屋に戻ったんじゃ。アリバイがない。あなたは壁を修理していたと、嘘を言ったんですね。アリバイがなければ疑われる。そう思ったわしは、校長から修理を言いつかっていたあの壁を思い出し、夜中に学校へ忍び込み、大急ぎで壁を塗った後、アパートへ戻った。そして翌朝学校へ行ったわしは、校長に全てを話した。少し驚いた顔を見せられた後、校長はこう言ってくださった。たばき君、私は信じているよ。君にそんな真似はできない。心配しなくていいんだ。私に任せておきなさい。おかげで訪ねてきた刑事もあっさり引き上げていったんじゃ。校長はわしみたいな人間を二度も信じてくださった。ギャンブルに明け暮れとった。左官屋の頃、わしは傷害事件を起こしてクビになってしもうた。前科者など誰も雇ってやくれん。途方に暮れとったわしは校長と知り合った。すがるような気持ちで何もかも話したわしを信じて、校長は雇ってくださったんじゃよ。わしは目が覚めた。初めて人の温かさを知った。なのに、またギャンブルに手を出したんじゃ。金田に借金をしたのもそのためじゃ。今の話に嘘はありませんね。はい。じゃあ今度は小島陽子のことを聞かせてください。15年前の話をしきりに聞いてきたあの娘は、気味が悪いほど事件をよく知っとった。わしのアリバイが嘘だということもなぜか気がついとった。あの子はわしを問い詰めた。それで口論になったところを葉山先生に見られたようじゃ。まもなくあの子は殺された。またわしは疑われる立場になってしもうた。なぜ本当のことを今まで話してくれなかったんです？それは無実の罪をかぶるより耐え難いことがあったからじゃ。15年前のわしのアリバイが崩れてしまえば、嘘の証言をしてくださった校長のことが表沙汰になってしまうからじゃ。あんたと葉山先生の話を立ち聞きしとったとき、わしは決めたんじゃ。校長へのせめてもの恩返しに故郷の海で死ぬことを。荷物を取りにアパートへ戻ると、あゆみさんが待っとった。本当のことを話してくれと言ってきたあゆみさんに、わしはカッとなって、ひどいことを言ってしもうた。これ以上付きまとう奴はみんな殺してやる。あの探偵にそう言っとけ、と。そして今日、一目母に会おうと、家の近くへ行ったとき、またあゆみさんに見つかった。おまけにあんたにまで見つかって、思わず、あゆみさんを、ひどい目に遭わせてしもうた。許してくれ。田崎さん、もういいのよ。半藤君、
私、田崎さんの言葉に嘘はないと思う。お願い、信じてあげて。それから、半藤君、ごめんなさい。あゆみちゃん、よかった、無事で。夕闇迫る北の海を、三人は後にした。翌日二人は帰ってきた。半藤君、心配かけて本当にごめんね。無事でよかったよ。まあね、ちょっとあそこまでやってしまってはね、完全に無罪とまではいかないんじゃないかと思いますけれどもね、田崎さんもね、まあ、ちょっとメンタルが弱い方なんでしょうね。はい、じゃあね、もうちょっと続きをやっていきましょう。これには驚いたよ。まるで遺書じゃないか。半藤君にもしものことがあったらどうしようと思ったの。だから私一人で。ありがとう。でも、あんなに無茶した。友達をなくすのはもう嫌だもん。あゆみちゃんは僕を心配してくれたんだ。あゆみちゃんは僕を心配してくれたんだ。僕は簡単にやられたりしないさ。こう見えても空手三段なんだよ。あたた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 た。どう？この鋭いキック。半藤君、チャックが開いてる。恥をかいてしまった。でも、あゆみちゃんが初めて笑ってくれた。事件は振り出しに戻ってしまった。校長のために自殺まで考えた佐々木の言葉に嘘はなさそうだ。その校長を僕は繁華街で見つけた。一緒にいた男は誰だろう。あれ、今からなら午後の授業に間に合う。私学校行くわ。じゃあ送っていくよ。うん、行きましょう。市立高校です。生徒がいます。半藤君、ありがとう、送ってくれて。あたりの生徒、なんか用なの？さあね、この後、どうすればいいんでしょうね。こっからはちょっと、初見になりますね。初見って言っても、まあ、ずいぶん昔にクリアはしているんですけど、何か分かったら知らせるわね。もう大丈夫。心配しないで。何か分かったら知らせるわね。半藤君、2年生の人たちは陽子のことをよく知らないと思うわ。半藤君、ひとみちゃんに会ったことある？ひとみちゃん？どんなんだっけ？かわいひとみちゃん。
陽子の、はいはいはい、思い出しました。陽子のクラスメイトよ。あ、そうだ、ハンド君。実は私、もう行かなきゃ。放課後、休校舎で話すわ。やっと解放された。休校舎です。ああ、前編と角度が違いますね。ああ、あんたか。ちょっとなんか、最近、ちょっと老けてきた感じの板尾さんに似てないですか？板尾いつじさんに。ちょっと髪型変えたらこんな感じになりそうだけど。すべて話したつもりじゃ。わしを信じてくれた優しい娘じゃ。浅川忍の亡霊という噂ぐらいは知っとる。すべて話したつもりじゃ。なるほどね。これは？そういえば、あの晩壁を塗っとったわしを誰かが見ていたような気がしたんじゃ。そんなこと覚えてんのか。ところでの、あんた、後ろの少女かどうかはわからんが、この学校には何かがおるような気がするの。さて、仕事をしてくるか。そっか。誰かに呼ばれたような。そばには誰もいない。やっぱり声が聞こえる。ん？どこや？待って、ハンド君。お、服が違う。職員室から呼んだんだけど、聞こえなかった？聞こえなかったよ。ハンド君、校長がお呼びよ。お話があるらしいの。よっしゃ。校長室です。申し訳ありません。事件のことをお聞かせ願おうとお呼びしました。反動は事件の成り行きを浦部に話した。たたきは疑われていたのですか。彼女を守る術がなかったものかと悔やまれます。しかし彼女は戻りません。私は犯人よりもその罪を憎みます。小島のことがかなりショックだったことは存じておりました。しかし、まさか、自分で犯人を探そうとまで考えていたとは。江戸川さん、橘を危険な目から守ってやってください。田崎は疑われていたのですか。ちなみに、あなたも疑われていると思いますけど、私は田崎を信じております。
我が校の生徒ですが。優しそうな人だ。そして悲しい目をしている。あれ、何か聞き漏れてるのかな。何か知っているんですよね。田崎は人を殺すような人間ではありません。私は田崎を信じております。今も、そして15年前のあの事件の時も。田崎は人を殺すような人間ではありません。そこまで言わせるのは何なんですかね。私は田崎のために嘘の証言をいたしました。それは許されないことでしょう。しかし後悔はしておりません。私は田崎を信じております。なんでそんなに田崎のことを。何なんですかね、たたき。あの事件で私は大切なものを失いました。浅川しのぶのことですね。大切な生徒の一人でした。なのに守ってやることも。すべてお話ししたつもりです。江戸川さん、私は生徒を守ることすらできない無力な男ですが、今後小島たちのような痛ましい出来事から生徒を守るためには、この命すら惜しみません。おお、そんなこと。校長は評判通りの人物のようだ。それだけに、あの時一緒にいたとこは不釣り合いだ。人違いかな。やはりあれは校長に間違いない。どうかなさいましたか。実は先日あなたを見かけたんですが。え？おや、ではちょっと失礼いたします。君か。いや、ダメだ。ちょっと待っていてくれ。江戸川さん、お話は後にしていただけませんか。よろしければ他の先生方と話していただいて構いませんよ。
よし、じゃあとりあえずね、職員室へ向かいましょう。お、あの先生、え？ハゲてたっけ？ていうかなんか、職員室には見えないんだけど。岡野先生。探偵の江戸川くんだね。何か用かい？あ、前編とはまた違う人なのかな？まだ犯人はわからないのかい？ここにはいらっしゃらないよ。生徒が騒いでるようだね。ここにはいらっしゃらないよ。立派な方だよ。あれだけの人物はちょっといないね。まだ学校にいるはずだよ。僕にはわからないな。他の人に聞いてくれよ。何かあったかな。なんかね、この黒板って言えば黒板に見えるんだが、どうもね、なんか鉄格子のはまったなんか窓に見えんだよね。ん？おお、よく見れば、立花の写真じゃないか。いいね、若い者同士は。いいね、マジで。羨ましいな。仲間に入れてほしいな。どうしましょう。まだ犯人はわからないのかい？事件以来沈んだままだよ。そういえば、30歳くらいの妙な男をよく見かけるって生徒が言っていたけど、立花は君がいるから安心だね。はぁ？そんなんじゃないんですみたいなね。いやいや、またまた。憎いね、もう。ん？なんだね。男、あ、そっか、これ聞いてなかったわ。誰だか知らないけど、もしおかしな奴なら、校長が黙っちゃいないさ。校長は、強いのかな？誰だかわからないよ。立派な方だよ、そしてその校長を一番慕ってるのは日比野くんだね。噂をすれば日比野くんが戻ってきたよ。ああ、半藤くん。久しぶりですね、日比野先生。犯人の見当はついたのかい？あんま会話が弾んでませんね。校長は立派な方だ。心から尊敬している。校長は素晴らしい方だよ。僕のクラスの生徒だが、ひとみちゃんに会わせてほしいんですけど。ん？一瞬日比野先生の顔が曇った。何か知っているのだろうか。
何も喋ってくれないですね。あら、何も言ってくんない。あら、本当に何も言ってくんないな。影のある人だ。暗いということですかね。校長戻ってきたかな。帰ってないですね。ん？あれは何だ？これは光か？ああ、なんでもないか。誰かがなんか右下のあたりから覗き込んでんのかなと思った。日比野先生何も喋らなくなってしまった。ああ、あれか？葉山先生みたいに、左の人がいるから喋ってくれないのかもしれないな。ちょっとじゃあ、なんだね。日比野先生顔色が悪いですよ。あら、ほんと半藤くん、もうこのくらいにしてくれないか。失礼するよ。どうされたんだろう、急に。お前のせいだろう。はい、出て出て。あれ？ブラインドが。一度帰ってきたんだべか。ブラインドが閉めてある。包丁は出かけたようだ。ん？外に誰かいる？例のあれか？怪しげな、人相の悪い男？あれは校長といた男だ。会ってみよう。あれ？あの男はもういない。あの男はもういない。と思ったら変なのが現れた。何者だ、てめえは。あー、なんか、ちょっとタッチに出てきたやつに似てるな。男の人見かけなかった？慣れ慣れしい野郎だ。ちょっちつらかしな。てめえだろ、学校うろついてる変な野郎ってのは。え？なんか急に国尾くんみたいな音楽が。こっちが聞いてんだろうが。僕は怪しいもんじゃ。バックレてんじゃねえ。バックレ？しらばっくれんなって言ってんだ。こっちが聞いてんだろうが。僕、江戸川半蔵、探偵なんだ。ふざけんなよ、ガキの探偵はファミコンだけだ。確かに。ふざけんなって言ってんだ。てめえだろ、学校うろついてる変な野郎ってのは。ん？逃げんのかよ。
何見てんだよ。何仕方してんだよ。でも、あれ？答えたよね。何仕方してんだ。考えましょう。誤解されているらしいが、関わるのはよそう。確かに。どうしましょうかね。逃げてもいいんだけど、男なら訓示を見せてみろや。あたた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 。空手三段だからね。変なのに捕まってしまった。こいつ眉毛がない。今ガンくれた上に笑っただろう。ガンくれ？いちいちめんどくせんだよ。ふざけやがって。ついに頭に来たぜ。測ってきなさいよ。この根性なしが。だんだん腹が立ってきた。やっちまってください、ハンドさん。根性。なんだその目は。俺とため張る気か？言っとくが、俺は空手三級だぜ。三級。僕は三段だ。関係ねえ。行くぜ。しかし、三級ってあるのか？何してるの？立花、そいつは痴漢だ。離れろ。ハンド君は探偵よ。私、あなたと葉山先生が美術室で話しているのを立ち聞きして。立ち聞き好きだな。その時知った金田事件を調べていたの。聞いてたんかい、我。陽子は金田事件の真犯人に殺されたみたいね。失踪した忍さん、真相がわからないまま自殺した内田って人、現場から走り去った黒い乗用車、それに陽子の情報も必要でしょ。だから半藤君、お願い手伝わせて。犯人を早く捕まえたいの。お願い手伝わせて。犯人を早く捕まえたいの。話は聞かせてもらったぜ。そういうことなら協力しようじゃねえか。ん？立花は危ねえ目には合わせねえ。俺からも頼むぜ。ありがとう、ひとみちゃん。石光高校万格、可愛いひとみだ、よろしく。ひとみちゃんって、君が？そのひとみちゃんってのよせ。まだ返事を聞いてねえぜ。こいつと一緒なら大丈夫かな。手伝ってもらうよ。半藤君、ありがとう。決まったな。何言ってんだ、空手三級のくせに。さっきの野郎なら校長と言っちまったぜ。
分かってたんじゃねえかよ、じゃあ。陽子の事件以来、妙な野郎が来るって俺で気にはしていたんだが。奴は校長の知り合いみてえだし、ああ、そういうことか。おめえ疑っちまった。すまねえ。犯人をぶっ飛ばしてやるぜ。空手三級だけど。誰なのかしら。ひとみちゃん。そのひとみちゃんってのはやぜ。校長の知り合いにしちゃすり合わねえな、あいつ。ん？あ、そっか。こいつは金田事件のことは知らないんだね。まあ、よくわかんないけど、陽子を殺した奴をぶっ飛ばすと。あれどうすりゃいいんだ？手分けして調査しない？半藤君は金田事件、ひとみちゃんはあの男のこと、私は他の聞き込みをするわ。早速行ってくっか。明日またここで会おうぜ。ひとみちゃん、張り切ってたね。なんか目がなんか、日々の先生みたくなってるけど。元気ないじゃない。こうやってみんなで調査をしていると、ちょっぴり、陽子のことを思い出しちゃった。探偵クラブやってたんだよね。よし、頑張らなくちゃね。あゆみは言ってしまった。でも、あれじゃなかったっけ？宇津木先生にはさ、なんかね、怒られるんじゃないですかね。なんか、あの二人を巻き込んでしまって。よし、じゃあ行きますか。はい。じゃあ、今回はちょっと長めに、プレイしてみましたけども、どうだったですかね。結構進んだかな。あと1回か、2回か、あと1回ぐらいで終わるかな。はい。じゃあね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。